カナダドルと日本円。天然資源が豊富なため、カナダの経済は地元のコモディティ商品の値段に大きく左右されます。一方、日本は天然資源が希少であるため、国際貿易で成り立っています。カナダドルと日本円はマイナーな通貨ペアと考えられていて、このペアでの取引は盛んではありません。しかし、カナダドルは最も強く安定している通貨、一方の日本円は弱く比較的変動しやすいと見られているため、日本市場に変化があるとき、この通貨ペアは魅力的なものになります。アセットと取引における活用法についてより詳しく知りたい方は、スーパートレーダー TV.com の生放送番組をご覧ください。